伊勢島経済新聞は、三重県島市に本社を置く情報通信事業者のグローブデータが運営するニュースサイト。みんなの経済新聞ネットワークに加盟し、ヤフーニュースなどへも情報提供している。伊勢島の地域情報を発信し、伊勢神宮に関する話題も多く取り上げている。伊勢市、鳥羽市、島市を中心とする広域伊勢島県のニュースをビジネスマーケティング、 文化の視点から報じる。伊勢神宮については、第62回神宮式年仙宮の準備段階から継続して取材しており、新域にかかる宇治橋の掛け替えを取材する中で、しっかりと伝えなければならないと実感したと当時の編集長は述べている。2006年7月1日に正式に創刊し、7月20日に試験配信を開始した。 ただし、発行の日付が最も古い記事は同年6月21日付となっており、総務省から、島市に対して、地域イントラネットの補助金の交付が決定したことを伝えるものであった。同年11月6日から、みんなの経済新聞ネットワークと、相互リンクを開始し、翌2007年11月7日から、ヤフーニュースへの情報配信が始まった。 グローブデータ株式会社は、三重県島市に本社を置く情報通信業者。2004年6月30日に、島市に設立された。三重県が設置した、島サイバーベースセンターの一角に本社を置いていたが、2005年6月27日に、阿護町新名723-8へ移転した。会社の基本理念に、地域を元気に主体を掲げている。 同社公式ウェブサイトによると、携帯電話向けコンテンツ及びインターネットコンテンツの企画、開発、運営、インターネット広告代理事業、インターネットマーケティング事業、ホームページ制作及び運営の代行と、伊勢島経済新聞の運営をしている。ありがとうございます。